運航石窟は中華人民共和国産青少大同士の西方 20km に所在する東西 1km にわたる約51窟の石窟寺院。運航石窟としてユネスコの世界遺産に登録されている。現地名は運航石窟と表記され、いろいろな専門書においても、その記述で統一されている上に中国でのオフィシャルサイトの登録も全て、 文孔石窟及び艦隊アザ表記の、運石窟で統一されている。元は、霊岩寺と言い,い、現在では、石仏寺などとも呼ばれる。北儀の社門島であるドンヨが、文政帝に上層して460年頃に、桑原川の支流の武州側の断崖に開いた初位、ドンヨウ悟窟に始まる。三分一州の廃仏の、第一回、大部帝の廃仏の後を受けた。 仏教復興事業のシンボル的存在が、この五屈の巨大な石仏であった。その後も、第1.2屈、第3屈、第5.6屈、第7.8屈、第9 1零屈、第11.1213屈と大規模な石屈の造営が続けられ、運行期と呼ばれる中国仏教彫刻史上の一時期を形成した。様式は、最初期の ドニオクツにはガンダーラ役プタチョウの,の様式の影響が色濃い。その後の石窟ではギリシア様式の唐草ニ様に代表される西方起源の衣装も凝らされており、当時の建築様式を模した装飾も豊富に見られる。しかし、落葉へ遷とする494年以降の末期になると初期の雄大な質感は姿を消しかしゃで、 力強さの感じられない造形が増加する傾向が顕著となる。そして、この傾向の延長線上に続く龍門期が待ち受けている。また、その影響関係で言えば、運行の様式は、両州の石窟にその遠源を持つとも考えられるが、運行の影響は、龍門、天竜山、南北の響き、道山などの広範囲な石窟寺院に及んでいる。 日中戦争中の1937年から1944年に、渡り、東方文化学院の水野誠一、長江俊夫らによる全体的な調査が行われた。戦後彼らによって出版された、運行石窟全16巻32冊は、21世紀に入っても中国初期仏教文化の学術資料として評価されている。1961年に、 中華人民共和国全国重点文物保護単位の第一次の認定を2001年に世界文化遺産の指定を受けた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。運行石窟のパノラマ写真。運行石窟のパノラマ写真。ありがとうございます。